ジョン・レイはイングランドの博物学者でイングランド博物学の父とも呼ばれる。1670年までは生をレイと綴っていた。その後、自身の家系を調べて、かつての本当の綴り方がレイだったことを確かめた上で綴りを変えた。植物学、動物学、自然進学などの重要な著作を出版した。植物史での植物の分類は、 近代分類学への重要な一歩となった。例はあらかじめ考案された二分論的な体系に植物を当てはめていくのではなく観察に基づいた類似点と相違点に応じて植物を分類した。すなわち、スコラー学の合理主義的推論を排して科学的、経験論を促進させた。例はまた、種という言葉に初めて生物学的定義を与えた。 エセックス州ブレントリー近郊のブラックノットリーに生まれる。父はカジ屋ヤだったと言われている。16歳の時、ケンブリッジ大学に入学し、トリニティカレッジとセントキャサリンズカレッジで学ぶ。トリニティカレッジでの指導教授は、ジェームズ・デュプラで、同級生のアイザック・バローとは親友になった。1649年、フェローとなった。カレッジを渡り歩き、 ギリシャ語講師、数学講師、古典文学講師を務め、1657年には、プレエレクターと副学部長を務め、1659年と1660年には、大学幹事を務めた。また、当時の大学の監修として、1660年12月23日に、上級聖職に就くずっと以前から、カレッジ内の礼拝堂でよく説教をしていた。 そういった説教は後にザ・ウィズダム・オブ・ゴッド・マナフェステッド、イン・ザ・ア d クス・オブ・ザ・クリエーションやデリュージュ・ and the Solution of t にまとめられている。例は講師としても優秀で、博物学を好む傾向を何人かの学生に受け継がせた。中でもフランシス・ウィラビーが博物学者として知られている。1661年の統一例により、 レイは1662年にフェローシップを放棄せざるを得なくなった。その頃、アイザック・ニュートンがカレッジに入学している。それ以降レイは教え子のウィラビーに雇われる形になり、ウィラビーの死後はその二人の息子の教育責任者として年に6シリングを依存された。1663年春、ウィラビーや他の二人の教え子と共にヨーロッパ旅行に出て、 1666年3月に戻った。その後も旅行を続けたウィラビーとはモンペリエで別れた。それ以前にも3回にわたってグレートブリテン島の大部分を回ったことがあり、それらの旅の個人的記録を後にジョージ・スコットが編集し、ミスター・ Mr. レイズ・アイティン・レリーズと題して1760年に出版した。レイ自身は海外旅行の記録を オブザベーションズトッポグラフクル、モラル、アンドフィジーロジェクル、メイドオン、エイジャーニースルーパートオブザローカントリーズ、ジャーマニー、イタリー、アンドフランスと題して1673年に出版。この旅行でレート・ウィラビーは大量の動植物のコレクションを持ち帰っており、それらに基づいて動植物の完全な体系を構築することを構想していた。 ビラビーはそのうちの動物関係を引き受けたが、鳥類と魚類について何とかまとめただけで1672年に亡くなった。植物については例がまず飯出すプラントラムの場を表し、その後参観の対策イストリアジェンラリスプラントラムをまとめた。ブリテントを回った旅行で集めた植物についてはそれ、以前にカッタラガスプラントラムアングリにまとめており、 その後のイギリスの植物症研究の基盤となっている。1667年、王立協会フェローに選ばれ、1669年には、ウィラビーと共同で書いた、エクスペリメンツ・コンサーニング・ザ・モーション・オブ・サップ・イン・ツリーズという論文がフィロソフィカル・トランザクションズ誌に掲載された。彼らは、樹液が吸い上げられて白いゼリー状の凝固物を形成し、 それが樹皮と本体の間に層を作って木質に変化したり、葉や果実の元になっていると考えた。王立協会への入会後間もなく、主教で王立協会創設者の一人であるジョン・ウィルキンズは、じっちょりあるキャラクターのラテン語への翻訳を例に依頼した。翻訳は完成したようだが、出版はされなかった。例の飯出すプラントラムの場は、 実のところ、ウィルキンズの壮大な分類体系の一部として出版されたものである。1673年、結婚。1676年、サットンコールドフィールドに移り、1677年にはエセックスのフォルボーンホールに移った。1679年、故郷のブラックノットリーに移り、亡くなるまで。 そこで過ごした。病気がちではあったが、平穏無事日本を執筆し続けた。1844年、博物学の著作出版を目的として、ジョン・レイの名を冠した、レイ協会が創設された。レイは、種とは何かを生物学的に定義した最初の人物である。1686年の植物誌には次のように記されている。 私にとって種を決定する確実な基準は、それら自身が種から成長して存続していくための際立った特徴以外になかった。したがって、同じ植物の種から異なる特徴を有するものが成長したとしても、それは偶然の派生であり、種として区別するほどの意味はない。同様に動物も、個々の種は固有の特徴を恒久的に保持する。 ある種が別の種から湧き出てくることはなく、逆も同様である。例は23の著作を出版しているが、数え方によっては若干差異が生じる。生物学上の著作はラテン語で書き、その他は英語で書いた。以下の一覧では、すべての署名を英語で簡単に記している。番号別々に数えれば、例の著作は172にもなり、その多くは極めて希少である。 それらを所蔵している図書館はすべてイングランドにある P153。例は神話や偶話の細々としたものを一掃し、常に観察と説明の正確さを要求し、すべての新発見の検証を要求する P10。例の著作はカール・フォン・リンネの分類学に直接影響を与えた。年、レイの名を冠した協会が創設され、 その560以上の博物学関係の本を出版している。1986年、例の植物史出版300周年を記念して、ブレントリーで祝典が模様された。ブレントリーの博物館にジョンレイギャラリーが創設された。レイは植物の学名で命名者を示す場合にジョンレイを示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズには、 ジョンレイに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。